はいかがでございましたか。車窓からこの沿線の風景ご覧にいただいたかと思います。それではここで主催者側よりご挨拶申し上げます。まずはこれからの新金線を考える会斉藤孝夫様にご挨拶をお願いします。では斉藤様よろしくお願いします。おはようございます。会長の斉藤でございます。今回で第7回ということで、だいぶ回を重ねて10年近くこのようにやっております。年一度でございますけれども、当初始めた時と現在では新金線に対する、葛飾区選出の政治家の皆様方もそれから区役所の、区長もはじめ大変積極的に前に進んでおります。これもひとえに皆様方の力強いご支援の賜物と感謝しております。これからもどうぞ私ども地味に着実に、運動を続けていきますんで応援のほどよろしくお願い申し上げます。以上でございます。本日はどうもありがとうございました。はい、斉藤会長ありがとうございました。続きまして葛飾区長挨拶。第2で交通都市施設担当部長杉本和富様お願いします。皆様こんにちは。葛飾区のですね交通都市施設担当部長の杉本と申します。本日はですね区長が他のイベントもあるもんで、乗車することがかなわなかったためにですね、私区長からメッセージを授かってまいりましたので読み上げさせていただきます。それでは読み上げます。新金線体験乗車と成田さんが盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。これからの新金線を考える会の斉藤会長をはじめ関係者の皆様の並々ならぬご尽力に敬意を表します。本区の公共交通を取り巻く状況は高齢社会の進展や訪日外国人旅行者の増加など刻々と変化しております。こうした中、区民が安全快適に利用できる公共交通の充実に向け新金線の活用を含めた鉄道やバスポーツに加えタクシーや自転車なども考慮した取り組みを総合的かつ体系的に進めていくための葛飾区公共交通網整備方針、これをですねこの5月に策定いたしました。さて新金貨物線旅客化の検討についてですが昨年度は運行本数や運賃など具体的な運行条件を想定した上で需要予測や概算事業費の試算などを行いその結果を取りまとめました。今年度は国道6号との交差につきまして道路交通に影響を与えずに旅客列車を通過させる方法について検討を深めていく予定であります。また6月17日には平沢代議士筒井区議会議長とともに JR 東日本の深澤社長西野副社長にお会いし1時間余り新金線計画や金町駅など各駅の改修ホームドアの設置運行本数など幅広く協議や意見交換を行ってまいりました。今後も国土交通省や東京都 JR 東日本などと協議を行い実現に向けた取り組みを進めてまいります。本日の体験乗車のご成功とご参加の皆様のご健勝ご多幸を心からお祈り申し上げます。葛飾区長青木克則代表でした。はい、杉本様ありがとうございました。続きまして衆議院議員平沢勝栄様にご挨拶を願いますが本日は、代議士が乗っておりますので奥様の方にお願いします。はい、綾子夫人お願いします。今日は本日の皆様私自身が皆様とご一緒させていただいてますことに
感謝でございます。平沢のメッセージを読ませていただきます。第7回心筋戦体験乗車と成田さんのご正解をお喜び申し上げます。斉藤会長をはじめこれからの心筋戦を考える会の皆様や本日ご乗車の皆様のおかげでこの1年間葛飾区の公共交通をめぐる環境は大きく進展いたしました。その一つが心筋戦で私も先日青木区長筒井区議会議長らとともに JR 東日本の社長以下幹部にお会いし心筋戦への要望をさせていただきました。現時点ではまだまだ実現への課題は山積していますが JR の対応は昨年よりは着実に前に進んでいる印象を受けました。いずれにしろいずれは定期旅客化への道が切り開かれるものと確信しています。最後になりますが斉藤会長をはじめご乗車の皆様の今後のご理解とご協力を心よりお願い申し上げまして本日の体験乗車のお祝いの言葉とさせていただきます。令和元年7月7日衆議院議員平沢克恵代読平沢彩子でした。はい、彩子夫人ありがとうございました。続きまして本日は葛飾区議会議員7名の方々が参加されております。池田久義様、筒井隆久様、平田光義様、梅田信俊様、伊藤義則様、峯岸義之様、高木信明様、以上代表いたしまして筒井隆久様にご挨拶をお願いします。ではよろしくお願いします。皆さん改めましておはようございます。今日は今ご紹介ありました通り7名の葛飾区議会議員一緒に、このツアーに参加させていただいておりますが、代表でご挨拶をさせていただきます。7回目となりました心筋戦のツアー今年も本当に大勢の皆さんにご参加いただいて嬉しい限りです。1回目から参加させていただいております、私そして平田議員また梅田議員、ここまで、大変皆さんに関心を持っていただけるとはその当時思っていなかったなというのが、大変正直なところでございます。大勢の皆さんに参加していただいてこれが現実化していくことが本当に楽しみでなりません。今まずは予算化されていることが大変大きな進化ですし先ほど来お話にありました通り青木区長また平沢克恵衆議院議員と先日、JR 東日本の皆さんとお話に行ってまいりました。その中でやはり大きな進歩だなと思ったのは今回に限りましては相手からいろいろなご提案がありました。一つはまず新小岩側の駅に入れるには貨物船を利用していかなきゃいけないな。また逆に金町側については地下を掘って地下で心筋線と JR 今の常磐線をつないでいかなきゃいけないという話をこちら側ではなく JR 側からしていただいたことは大変大きな進化だったと思っております。こうした年に一度ではありますがこのようなつながりをしっかりとこれからも持ちながら葛飾区の思いをこれからもつなげていきたいと思います。どうか皆さんにもこれからもぜひとも心筋戦応援していただきますようよろしくお願いを申し上げます。今日は本当に皆さんありがとうございます。はい、筒井議長ありがとうございました。続きまして前江戸川区議会議長藤沢真一様ご挨拶お願い申し上げます。皆さんこんにちは、ご紹介いただきました江戸川区議会の藤沢真一でございます。
まず第7回目を迎えました、この新金線体験乗車ツアーがですね、盛大に行われますことを、心からお喜びを申し上げます。また、日頃は斉藤会長をはじめとする有志の皆様方、この運動活動に大変ご注力いただいてますことも、併せて敬意を表するところでございます。江戸川区からはですね、今日は担当行政からも、担当 課長、そして、もしこの新金線が開通しましたときには、駅ができる予定となります西小屋や、あるいは上敷地区からの、町会長、町会の幹部役員の皆様方に、揃ってご参加をいただいております。まだまだ江戸川区はもちろん予算がついているわけではありませんけれども、ぜひお隣葛飾区と連携をしてですね、こういう夢の実現に向けて、私ども江戸川区からもしっかりと思いと力を重ねてまいりたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、藤沢議長、ありがとうございました。ではここで祝電をお披露いたします。加納さん、よろしくお願いします。それでは祝電を読まさせていただきます。皆様のおかげで新金線の旅客化運動も一層力強くなり、私も都議会議員選挙の公約であり、これからも仲間の一人として共に活動をお願い申し上げ、斉藤孝雄様と皆様の活動に敬意を表し挨拶といたします。東京都議会議員船坂千香。はい、以上でございました。これをもってご挨拶、そして祝電のご披露を終わります。それではどうぞ車内ゆっくりと運転を楽しみながら成田さんで楽しんでください。ありがとうございました。